あの人の現在。富永愛、現在は薬をやっているとの噂も。トップモデルとして活躍をしている富永愛、二股された騒動や不倫騒動など話題になりましたが、そんな中3年間ほど芸能活動を休止しており、消えたともささやかれていた彼女。そんな彼女の現在は薬をやっているとの噂も。数々の男性との浮き名を流していた富永愛さん、消えた理由は息子だけではなく不倫関係もあると言われています。その不倫のお相手がなんとあの長渕剛さんなのです。長渕剛さんは富永愛さんの自伝のプロデュースを手伝ってくれていた、言うならば師弟関係のような存在だったそうです。舞台に向けての体力トレーニングということで、長渕さんと富永さんは長渕さんの故郷鹿児島でトレーニング合宿を行ったそう。そしてそこには富永さんの小学生になる息子も引き入れて、長渕さんが懇意にしている空手道場に入会させたりしています。長渕さんも妻に富永さんを紹介して公認の仲のようです。このようなことから深夜にお互いの自宅を行ったり来たりと、なかなか師弟関係というだけでは収まりきらないような時間を過ごしていたことも報道され、さらに長渕さんとは薬物での関係も噂されているそうです。しかし本人は不倫関係や薬物も否定するコメントをしています。富永愛さんは現在仕事に復帰しています。その際息子にきちんと相談をし、経済的にそろそろ仕事をしなくてはと相談したところ、息子も納得して送り出してくれたそうです。そして2018年、現在は日本とパリを拠点にモデル活動中ですが、やはり最優先は息子であるということを明かしています。3年間消えたとされていた彼女ですが、そのスタイルは抜群によく、さすがとしか言えませんね。